大体解き終わったかじゃあ今解いてもらった先生が特別に作成したプリントの答え合わせしていくぞ。まず問一、選択肢から選ぶ問題だな。じゃあ、あやせ、答えは何だ ?A です。A の何だお訳して答えてくれ。A の先生かっこいい。そうだ。A の先生かっこいいが正解だ。JK に先生かっこいいって無理やりは捨てる 問題にこつけて承認欲求満たしてる。これやるために問題自作したのちなみにだが、綾瀬。A 以外の選択肢の和訳も答えられるか ?B、先生素敵。C、先生の嫁になりたい。D、先生とデートしたい。正解だ、綾瀬。きついって全選択肢きついよ何選ばれても得するように作るなよただ C の和訳だが、先生の嫁になりたいだと直訳すぎるな。もっと噛み砕いて、先生のお嫁さんになりたいくらいがちょうどいいぞ。じゃあ、綾瀬。先生のお嫁さんになりたいって言ってみて。言ってみてもう言わせたい日本語を繰り返させてるだけになってる。先生のお嫁さんになりたい 正解だあや、綾せ正解って言ってくるの腹立つな。教師として不正解のことずっとやってるくせに。それじゃあ復習するぞ。じゃあ、朝日な、今の問い一の答えの和訳、答えてみろ。もう一回今の答えの和訳を他の生徒にもう一回答えさせるの次の問題行けよ。先生かっこいい。朝日な、もっといい感じで。いい感じでって何答え言うのにいい感じも何もないだろう。先生かっこいい。うーん、悪くない。答え方ジャッジするなよ。答え方に重きを置くなよ。じゃあ次は問いに次の文章を日本語に訳せという問題だな。これは難しかったから挙手制にしよう。はい、俺わかりまーす。おー 答えられるやついないか無視されてる多分男だから無視されてるいないか猫撫で声で和訳できる女子いないか願望出しすぎだろ教師が授業中に猫撫で声なんて言うなよあもう時間かじゃあ今の問いにだが次の授業までの課題とする女子は答えを今から配るボイスレコーダーに録音して提出するようにデータに残そうとするな